明けましておめでとうございます。で、また新年 6000m 空いてます。69、うん、新年これから10回入りたかったんですけどね、多分6回ぐらい、まあ、去年も入ったんで10回は入ってます。この頭のぼーっとする感じはいつになっても変わんないな。多分こんなに 6000m、 まあ言ってみればアコンカグアぐらいっていうのは何なんだけど、入る人いないんじゃないですかね。10回、うん、まあでも今日も自分は相当弱いんで入ります。絶対行きたい頂上まで、天気が良ければ。基本地上では甘いもの食べないんですけど、6000メートル以上とか山登るところは甘いものが解禁だから路列が回らないですよね。なんか瞳孔が広がる気がする。40で一歩ずつ行ってます。40、厳しい自然の中で暮らす人々、神の山眼球が飛び出てくるイメージなんですよ。眼球がこうだから目がギョロッとする感じ。ちょっと気抜くと戻るんだよな。40で200休んで200休まないで無理だ。でもそうすると67から40。このスペースでいけるのか、果たしてこれだったらいけるけど。さあ帰ります。今日は一日新宿で仕事をして、その後 6000m、 これからあとは1時間120回階段を上って、今日はおしまい。明日も朝から10時から 6000m 入る。122、今日も三浦ドリフにさ行ったんですけど、三浦さんはすごいですね。やっぱ片足5キロ、後ろで20キロ、もうずっとです。ずっとらしいです。今自分は靴の重さ入れて3キロ3キロ、後ろ10キロ、全然絡んだじゃないですか。やっぱそのぐらいいかないとならんのね。ただ今自分がそれを一気にやっちゃうと、またいつも通り体を壊すかもしれないね。徐々にいきます。このぐらい3、30ぐらいが今の自分にはいいんじゃないかな。エベレスト行く前までには5522必ずしようとは思ってますけどね。